後ろ回し切りなんですよね。後ろ回し切りですね。いける。後ろ回し切った。昨年ね、前蹴り一発でね、やってたのは今回戦い方変えてるの。うん、さえ渡る足技で1回戦からブロック決勝まで危なげなく勝利。高原スペシャル、この胴回し変則回転二段蹴りを出すまでもなくベスト4に進出した。そういう作戦ですよね。なるほど。あ、来た、中段回し蹴り効いた、来ましたね、技ありから。勇気、あ、中段入りましたよ、中段来ましたよ、中段入っている。ちょっとハイキックを打ってくると思わなかったでしょうね。あ、なるほどね、体勢からはね、思いもよらないところから来たという感じだったんでしょうか。体を振りながらフェイントかけて蹴ったって感じですね。見事な一本勝ちを見せました。押し上がって最強の男が出てちょっと効いたか、後ろに下がっている、ね、やっぱパンチ力ですね。熱くなりすぎないというところになるんですか。そうですね、なんですけど、かかとが入ったんじゃないですかね。日本安田浩二、軽量級の自らの初戦一本勝ちで勝利を収めています。見事ですね。素晴らしい幕開け、日本安田浩二一本勝ちです。さらに3回戦では上段膝蹴りで一本勝ち、洗練された力強い正攻法の組手で勝ち進み、今大会の台風の目となるのか。ここも左の鍵付き、右の長打を引いた、引いた、試合終了間際、ね、
ね、ソレヤルブ選手のこの一発一発なんだ。そしてオシポフのこれ胸板がすごい一瞬、あもったいないですね。赤い旗、技ありを示す。真横に上がった。あれやっぱりいやー恐る、巧みな試合運びで順当に勝ち進んでいったテシェイラ。唯一残ってあとは日本人と、はい、まあ、リュウジ・イソメもあとは、あっと、ブリアキック、一瞬腰が落ちた。落ちましたね。膝だ、右の膝、そしてハイハタが点をついた。エミル・コストフ、うわ強い、コストフ膝蹴り一発、強いですね。東博之痛恨の一本負け。肘の上段回し蹴りがいいですね、はい、上段後ろ回し蹴り、後ろ上段回し蹴り、完璧に足立の顔面を捉えました。から一本勝ちが連続した。その中でもえりすぐりの一撃シーンをハイライトでお目にかけよう。